日何ですか？今日はお付き合いいただきたいと思います。なんで笑ってんの？お付き合いを描いたいと思います。なんだ？いや、いつも回してるなと思って本当だよ。今日はだからそのマネージャーさんいるじゃないですか、私、うんうん、誕生日プレゼントを一応買いに行こうかなと。はい、ただただもう誕生日が6月だったんですよ。遅っで、なんか何がいいかなとかさ、毎年渡してる、毎年渡してる。もしかしたら忘れてる年もあるかもしれない6月何日かっていうのを覚えてる？6月ね、携帯見たらわかるよ。なんで？それは何？電話番号の隣に書いてある？あのスケジュールに誕生日って入ってるから。私はもうそんな誕生日いろんな人のを何も見ないで覚えられないんです、うん、もう自分の子供と旦那さんと、うん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 、まあ両親、うん、どちらのも両親と自分の兄弟、後藤真希さんにプレゼントあげてた。はいはいはい。それはバースデーイベントがあったから。そう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 。メンバーの誕生日とかも一切覚えてないタイプってこと？誰一人も知らない。あ、あやちゃんのは知ってるよ。うん。その、まあ、誕生日を見ようと思ったことがない。誕生日祝ってほしいと、そんなに思わない夫婦だもんね。うちらね、うん、パーティーやってほしいみたいな、ね。芸能人はなんかみんなで集まってパーティーみたいなさ。パーティーしがちですけどね。照れちゃうからね。大丈夫ですって言うね。呼ばれたらね、行きますけど。おめでとうとか言ってくれたらもちろん嬉しいですけど、なんか欲しいなとかも全然ないしね。すごいね、毎年あげてるんだ。じゃあこれ、うん、もしうちのマネージャーがこれ見たら、うん、はぁだよ、じゃない庄司さん。あれ、でも去年あげてなかった？あげてたっけ？あげてたじゃん、ずっと。僕誕生日いついつですって言われて。ああ、あげたか。うん、金あげたんだっけ。うん、金、現金であげてました。でもまあそれが一番嬉しいのかなと思う。あとさ、 LINE とかでさ、誕生日登録してる人いるじゃん。うん、あ、誰々さんの誕生日ですってくれ、近いですとかさ、うんうん、昨日でしたとかさ、うん、今日ですとか出るじゃん、うん、でなんとなく連絡取ってないマネージャーでも、うん、それ出たら、うん、ギフト送ってるよ。スターバックスのドリンクと、なんか、パン一つみたいな。1000円ぐらいだけど。いい人。私それでギフト送ったことないから、やり方すら知らないもん。いいよ。。なんか、久しぶりに連絡、まあ、それだけなんだけど、あ、まあね、ありがとうございますっていうだけなんだけど。いや、嬉しいだろう。でも、びっくりするじゃん。そうそう、それはね、見て、あ、久しぶりだなと思ったら、そうそう、送るようにしてる。いいね。いいよね、1000円ぐらいだからさ。いや、いいと思う、思い出したよっていうね。そう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 。なんか普通におめでとうっていうのも照れくさいから、なんかギフトを送ると、なんかこう、メッセージカードみたいなのが出るの。まあ、そこにおめでとうみたいな。入れるだけで、それでいいかな。新さんとかもなんだったら、いや、それでいいと思うよ。で、すごいいろいろあんの今。あ、そうなんだ。そうそうそう。あんまりさ、急に5000円ぐらいのギフト送ってもさ、あれじゃん。確かに。多分だから。スタバしかないの？いろいろある。ちょっと見てみていい？いい、うん、すっごい気になる。やり方、うん、ちょっとレクチャーお願いします。うん、じゃあ、ともはるさんにだと、国会どうする？あ、うん、あ、LINE ギフトあった。したら出てくる。スタバが一番なんか送りやすい。多分それ開いて店頭でピッてやるだけで買えるんだと思う。そっか、うんうん、だからこう関係性によってもうちょっと金額高いものとかも。そう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 、お肉セットとかあるでしょ。ほんとだ、なんかステーキ松坂牛牛牛の松坂牛、うんうん、
うわ、馬刺しスライス6種セット、これ、ともはるさんに送って、いやいやいや、食べようかな。普通にネットで買えばいいだろ。そう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 。あ、これでいいじゃん。いやいや、じゃあもうカメラ止めるよ。いや、今回はせっかくだからさ、うわ、美味しそうだよ。ロールステーキギフトとかあるよ。そうそうそう、だから、これ美味しそう。話変わってんじゃん。いや、衝撃。あ、そうなんだ、こんないろいろあるんだ。で、なんかこう、うん、なんだろう、距離感的にさ、うん、あ、もう連絡してないなーって。でも、まあ、なんかギフト送ったら喜んでくれるかなみたいな関係性あるじゃん、うん、あるね。そんなに近くはないけど遠くもない、うん、でも誕生日なんだ、あ、送ったらいいかなっていうので送ったりする。それは嬉しいと。例えば後輩とかも、うん、最近連絡取ってないなっていう子とかに、うん、おめでとうって言ったら、えってびっくりするから、それはそれで面白いじゃん。嫌な気持ちにもならないしね。そう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 、嬉しいよ。でこの間前のマネージャー、女の人ね、女の人やって、もっと 前のね、うん、あ、誕生日なんだと思って、うん、で送ろうと思ったの、うん、でその当日になって送って、うん、送ろうと思って開いたら、うん、去年も送ってた。で去年のやり取りが一番最新のやり取りだから、いや、だからもうそれだけってこと。そう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 、いやでも嬉しいと思う。そっから別にじゃあ会ってご飯食べに行こうよとかはないんだけど、なかなかね、まあでも、うん、まあね、うん、嬉しいよ。私がその相手だったら毎年同じものでも嬉しい。あ、思い出してくれたんだっていうのとさ、ねえ、うん、すごいね。ちょっとね、ドリンクだけでも嬉しいよ。いい、いいよ、使ってだから。いや、え、何使ってって。いやいや、他いっぱいいるじゃん、その技を。俺の技使っていいんだ。後輩とかいるわけじゃん。いや、後輩の誕生日こそ分かんないわ。飯窪さんとかにさ、飯窪ちゃんいつなんだろうな。だから誕生日登録、あ、飯窪ちゃんは、そうそう、だから誕生日登録してる人じゃないと送れないから。違う違う違う、飯窪ちゃんは LINE を知らない。え、聞けよ。聞こうかな。聞けよ。この間ね、だからその金スマの夏先生の、あの回に現役のモーニング持ってったじゃん、まあ、AKB も出てたんだけど、帰りにさ、現役のさ、岸田ちゃんっていう子がいるわけ、うん、すっごいダンス上手くて、うん、めちゃめちゃ体幹が強くて、うん、その体幹がすごい好きなの、私、石田ちゃん。ダンスじゃねえの、石田ちゃんの体幹の素晴らしさが。ダンス、いや、ダンスもすっごい上手いの。石田ちゃん踊ってるのずっと見てたいわっていうぐらいすっごいの、ね、じゃあスクワット得意かな。いや、めっちゃ得意だと思う。ちょっと呼んでみる。いや、で、それで、いや、ちょっと石田が話したいことがあるみたいなので、ちょっと藤本さん楽屋で待っててもらっていいですかって言われてるんで、うん、その後ラジオがまだあったんだけど、待っててくださいって言われて待ってて、え、何？急に悩み相談されちゃうのかなとか、卒業のタイミングとか相談されるのかなって思ったの。それはあなたには相談しないし。卒業してないからね。そうって思ってたら、そうそう、なんか、あの、飯窪と工藤、飯窪ちゃんと工藤ちゃんと同期なんだって、で、2人にはさ、ライブ出てもらったりとか、YouTube 出てもらったりとか。飯窪さんはもう現役じゃないもんね。そう、2人とももう卒業してるから、で、同期で YouTube ですごい楽しそうにしてるのを見てて、うん、羨ましいなと思って、仲良くしてくださいって。私にそんなこと言ってくれる人いるんだと思って、すっごい嬉しかったんだよね。で、連絡先交換して、連絡先交換してない、しろよ。なんか、え、聞いていいのかなとかちょっと分かんないけど、え、それはだってあれじゃない、え、じゃあ連絡するから教えてって言うんじゃないの。いや、なんかさ、聞いてほしいな、私は。じゃあ連絡先聞いていいですかって言われたらさ、めんどくさいな、全然いいよって。だから仲良くしたいですって言われたから、え、じゃあ仲良くしようって言ったのよ、うん、で、じゃあ早速 LINE 教えてくださいって言ってくれたら、じゃあいいよって思ったけど、うん、なんか言ってこなかったの。それ向こうも待ってるでし
え、そうなの？いや、それ言うさ、なんか度胸があるんだったら LINE ぐらいもう聞いちゃってよ、私のって思うじゃん。いや、なかなか言えないでしょ。だって俺が大輔花子師匠の大輔さんに LINE を教えてくださいよって言えないもん。ちょっと距離感がそれ遠すぎるよね、もっとだいぶ近いから私たち、あの年齢ももう近いって言っても向こうから言ってくれたらいいのになと思う、大輔師匠から。ちょっと、いや、なんかたらあお願いしますってなるから、大輔師匠みたいになんないとダメ。大輔師匠にはならないでしょう、どう考えても黙ってんじゃないよ。いや本当に、いやでも本当に、いやなんかさ、先輩からさ連絡先交換しようよって言うとさ、なんか圧がある感じあるじゃん。じゃあ何のためにさ、わざわざ楽屋に来てさ仲良くしてくださいよって言ったの？この俺ですら、あじゃあ LINE 交換するって言うと思うよ。本当？この俺ですら。だからなんかわかんないけど、あだから YouTube とかも出たいんですって言ってくれて、えじゃあ呼ぶよみたいな。でも現役いろいろ出るのに、こう何出ていい時期とかいろいろあるんじゃないのみたいな。でそこにまあ私の昔のマネージャーさんが今チーフをやってるから、うん、その池田さんって言うんだけど池田さんっておじさんに、池田さんいいですよねってもう直接言ってるから聞きましたよねって、もう呼びますからねって言って、うん、いいよいいよみたいな感じで、じゃあちょっとまあリリースのタイミングとか、 YouTube に出たいというよりやっぱ仲良くなりたいじゃない。あといろいろその池田さんにはこう相談できないあスタッフには言えない、その変な相談ではなくて、あの未来の相談とか前向きな相談、芸能人タレント側としてってことね。そうそう、うん、っていうのもいろんな人から話を聞きたいとかっていうことなんじゃないの？アドバイスも取れる。いやでも、いやそれは聞いた方がいいよ。あの時待ってたのかどうか、俺はもう待ってたのにもうベットするよ。いや本当聞いてみるかな、今度会ったら。いやこの間 LINE 交換しなかったけどさって私から聞いた方が良かったって。いやそれ絶対待ってたよ、俺ですら思うから。本当、うん、いや聞いた方がいいのかなと思いながら、でもなんかじゃあ LINE 交換してくださいって言うのかなと思ったら言わないから。いやそれは言えないよ、なかなか言えないって。本当にどうしたらいいんだろう。なんかまあどうにか繋がればいいかとかさ。俺がだから阪神師匠に LINE 教えてくださいよって言えないもん。いやだから違うんだって、距離感が。本当にだから向こうから阪神師匠から LINE 教えてくださった、どうって言われたら、あぜひありがとうございますって言うけど、それはさもう嫌でもぜひありがとうございますって言うやつでしょ。私嫌だったら嫌じゃないよ。嫌だったら LINE 交換したくないの。だからちゃんと本当に連絡取りたいって思ってくれてたら連絡取りたいけど、別になんか私が言われたからさ、なんかよくわかんない、怖いんだけど連絡さ交換したんだよね、じゃあなんか嫌なのよ。じゃあ何のためにじゃあ楽屋来たの？何のために来たんだろう。じゃあだから仲良くしてくださいで、そっか、コミュ障の俺ですらわかるよ本当に。え、じゃあ言ってみるわ。うん、なんだったらさ、もうインスタグラムやってんのかな、その子。あ、ダイレクトメールね。そうそうそう、それで LINE 聞きそびれちゃったけど、こっちでじゃあ LINE 教えるねとかぐらいだと思うよ。そうだよね、うん、でなんかその前ね、昔そのマリアちゃんも出てもらったの YouTube にね、うん、でマリアちゃんはインスタからすごいコメントくれるから、うん、もうこっちに連絡してって言って、よかったらして LINE の ID みたいなのを教えたのね、うん、となんか若いから向こうからなんかこうあんのかなと思ってんだけどさ、ないの？ないの？ないよ、それは交換したら終わりだよ、それ以上はないよ。本当？でもそれでワン行こうとかって誘ってくれたら、うんうん、そんななかなか。あ、マリアちゃんも交換してないわ。してねえのかよ妄想かよ。マリアちゃんも、いやなんかすごい会話してんなと思ったんだけど、なんか インスタのダイレクトダイレクトメッセージくれてるわ。返した？返してる返してる。なんか私ダイレクトメッセージあんまり気づかないんだけど。いやそれはもうご飯。いやそうで、その飯窪ちゃんとかさ、工藤ちゃんとかと、まあ、向こうはどう思ってるかも知らないけど、なんか普通に楽しくワイワイ普通にね、オープンの時に話したりとかしてたから、事務所も一緒だしさ、だからなんか、あちょっと
ご飯とか誘ってみようかなと思ったから、そこ同期だから石田ちゃんも一緒にどうって言いたいなと思ったんだけど、なんせこの一歩の足が重い私だからさ、ご飯だから、だからブランチとかさ、そんなの誘えばいいんじゃない。ブランチってランチでもなくブランチって、そうランチでもないですよ、ね、いや夜ご飯の方がブレックファーストとかさ、いや夜ご飯の方がなんかおごってあげがいがあるなと思ってだけど、いやでも忙しいじゃんそれぞれ。そう聞いてみる、絶対そうなる、マネージャー通して聞いてみる。いやそれがダメなんだよ、マネージャー通さない方がいいんだよ。すっごい友達少ない人に怒られてる。いやマジでちょっと待って、気にしすぎなんだよ。本当、うん、もっとバン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 さ、うん、声かけて飯行って、うん、ね、こういう関係広げた方がいいよ。なんでどういうテンションなの、全然自分その気全くないくせにさ。友達ゼロ人だからね。ゼロじゃないよ、悲しむよ矢部さんとか、ね、後輩だよ、友達ではない。いやそんなこと言ったらじゃあ何、私はその3人とご飯に行っても死ぬまで友達にはなれないってこと？先輩に言われたからさみたいな一人ってこと？でもないのにさ、俺と矢部の関係の方が友達にはなれるかもしれないけど、まだ行ってないんだからさそうなんだけどさ、いや本当にめちゃめちゃいいじゃん。そう、なんかこんな私現役の子すごくない？後輩の子たち、今まで私そんな聞いてもらえる人生が来るなんて全く想像もしてなかったんだけどね。でそのマネージャーさんのプレゼントのプランはなんかもう決まってんですか？いやか、そのともちゃんがさ、うん、前うちの新行さんの新行さんを見て、新行寺くん服のサイズもうワンサイズ大きい方がいいねって言ったじゃんそう、俺がさなんか陰でさ言ってるみたいな言い方やめてよ。ええ、言ってるってことは伝えといた。年中プロレスラー体型だもんね行事とね。でも顔はさ、うん、あの人に似てるじゃん。誰も知らないの役者に、ショート、ガンニマル、ヤギライ、ヤギライユーヤ顔じゃない？あんな濃くないじゃん。目結構大きいじゃん。大きくないよ。本当？わかんない。私が見てる新行寺さんとみんなが見てる新行寺さんが違う。ヤギラユーヤさん顔だよ。本当？うん、すごい喜ぶね。いつもさ肩のラインがさいつもさちょっと入ってるよね。ここまで来てる。そこまで来てもさタンクトップ。おはようございます。それはもうタンクトップです。いやで、だからそんな衣装どこですか。やめろ。うちの行事をいじめるんじゃない。そう、それだからまあそんなさマネージャーさんとかってさそんな仕事の服ってまあそんなにいっぱい買いたくないじゃんと思っていっぱいねと思ったらまあ。1着プレゼントしてあげると嬉しいかなと思って。なるほど、なんかセットアップみたいな。そう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 、もうワン一式みたいな。ワン一式、一式ってその成人式じゃん。いや靴まではあげないよ。へえ。だから上下さちゃんと、あそう、もうこれで着れるねっていうワンセットあげると、逆に着づらいんじゃないのこれ、着ろよみたいなこと、現場で着ろよみたいな。大丈夫、新宮さん全然着てくれた。優しいんだね。優しい。いやだってこっちもそんな変なのさ、変な柄のあげるわけじゃないんだからさ。まあそうだけどさ。そうなんです。また着ていかなきゃいけねえかーっつって着ていってるかもしれない。いや毎日着てきたら、いや毎日着なくていいよっていう私も。なんか。めんどくさい。毎日よかれと思って毎日着てる。いや毎日は着てんだってこっちも思わなきゃいけないから毎日は着なくていいっていう。私も着たい時に着てくれればいい私がいてもいなくてももうそれはもうあなたのものだから好きにしてっていうさ。
着なくてもいいし。原宿に。はい。それをな一緒に。そう選んでくださいみたいな。そうそうそう。責任取ってよ。ね。責任は取れないけど。ワンサイズ小さいんじゃないって言った責任をさ。はい。もうあれだね。もういっぱい買ってましたね。2セット買いました。なんで2セット？まあ、しげさんが6月、うん、で、うん、ちょっと遅れたわって言ってあげるっていうのと、うん、小島さんが3月なんで、うん、だいぶはちょっと早いけどって言ったらだいぶ早いもうこのタイミングでって言って前祝い前祝いってでもさなんかあこれいいなって思ったものがさそう3月にあるかどうか分かんないから、まあねいいじゃん、いつもらってもそうだねうん早めに着れると思ってでもさマネージャー同士さ同じさ色違いえ色揃えた方がよかった逆に言えば色違いのやつ照れくさいんじゃないのいやでも今気づいたけどいやそんなことないよいやまだし2人一緒に来るってあんまりもうないからねうん何だったらあの寺井さんの分も買おうかなと思ったぐらいだ私、うん、社長ね社長、うん、全員同じセットアップいいじゃんだったらシワなりづらいしそういやそうだ着やすいよいやだから小島さんはね3月だから後で渡そうかなとかちょっと思ったりもしたんだけど、うん、サイズがねパンツの丈感が背大きいから、うんもし交換してもらわなきゃいけないと思ったら、うん、早めに渡さないといけないので、はい、じゃあ、渡すところもちょっと取ってき、はい、てもらってはい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっといいですか。はい。あれ、おはようございます。何ですか。わかんない。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これはちょっと聞いて、まず新宮さんが6月なんですが、はい、小島さん3月ね。3月で6月でもうだいぶ遅れたんだけど、はい、旦那さんと一緒に買いに行ったんです、はい、でちょっとお洋服なんで、はい、ちょっと着替えてもらいここで一応着たよっていうのを見せてもらいたいなと、はい、小島さんは3月なのに早いじゃねえかってことだよね、はい、そうです。もうこの際なんかあいいの見つけたと思ったので、はいはい、早めに実はバッグいただいたんでそういやでももう早めに来年の3月分ですそれちょっと着てもらっていいですか順番でもいいんでじゃあ着ますか着ますか、はい、ちょっと着てみます。はいお願いします。そうなんです。そうなんか小島さんが背が高いからどうかなと思ったの。なるほど。足が短いですか。そう足が短いってしたからこれでL か XL かっていうのがあって切れました。すごい男2人で更衣室に入ってお願いします。あ似合うじゃん。ちょっと長いのかでも M だから。はいでもこれいいじゃん。新宮さんこっちの色でよかったんだ。あいいじゃん可愛らしい。あよかった制服みたいじゃない。これをもう何だったら寺井さんも誕生日これにしようかなと思ってるから。そうあいいいいよ。確かに一応これ秋冬物なんでで一応シワになりづらいっていうやつを。確かにはい。シワになってない。そうなんです。ああよかった。おめでとうございます。遅めと早めのおめでとうございます。ぜひぜひちょっと写真撮っとこうか。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。